永遠に続く時の中で、人の命は一瞬のきらめきに過ぎない。いつかは消え去り、時の流れの中に溶け込んでゆく。人を愛し慈しむ命は永遠。奇跡の星地球で、人は愛という名の光を灯し続けてゆくのです。しけてやがる。近頃じゃろくな獲物は通りゃしねえ。誰だ。お前ズクだろ。旅人が恐れる蓬莱山の鬼と呼ばれる山賊だ。なんだ、わらしでも容赦しねえぞ。松の浜辺へ行ってごらん。いいものが見つかるかもしれない。なんだと。いいね、もののけか。まったく俺も老化してる。わらしの言葉を真に受けて。なんだありゃ。行き倒れか。しかしこの衣は何だ。まるで布地そのものが光ってるみてえだ。お前は何者だ。どっから来た。答えろ。こいつうつけか。なら話しなさい。これは俺がもらった。返して、衣を返してください。なんだ、話せ。衣を返してください。来るな。これ以上ついてくるならこれだぜ。勝手にしろ。おい女、どうしてこの衣がそれほど大切なんだ。わからない。何も覚えていない。ただその衣は決して手放してはいけないものだと感じるだけ。名前も生まれもわからねえ奴が衣だけは大切だと。バカにしてやがる。あったけ。でも母ちゃん、どこまで行くんだ。ズク、かくれんぼしようか。かくれんぼ。そうだよ、ズクが鬼だ。蓬莱山に住む鬼が母鬼探してかくれんぼ。許して。もういいかい。まだだよ。まだ嫌がったのか。俺の留守に衣を探そうったって無駄だぞ。衣は俺が持ってる。これで引き取らせてもらうよ。またいいものが出たら持ってきな。
その懐の衣は何だい。そいつだったら高値で引き取るよ。こいつは売り物じゃねえ。旦那様、よろしいので、毎度あのようなものと取引を。儲かればいいのさ。あの男が盗っ人だろうが人殺しだろうがね。日が暮れるまで待っても誰も通らねえ。みんな鬼が怖くてこの街道を避けているのさ。お前、そうだ、お前に歌を教えてあげよう。ほらい山に住む鬼が母鬼探して隠れる。やめろ。ではこの人はどうして。お前はその男を助けたいんだい。あなたは。その男は鬼だ。人を殺めて物を奪う鬼の慣れの果てだ。お前も衣を奪われた。さっさと取り返して逃げればいい。分かっている。でもなぜだか分からない。このまま見捨てることはできない。心の中で助けたいという気持ちが湧き上がってくる。なら助ければいいさ。お前が本当に助けたいと思うのであれば、それがお前自身を救うことでもある。なんだか汚ねえ。わしはあっち行きな。あら、何をしてやがる。よかった、気がついたのね。バカな、なぜ衣を奪って逃げなかった。何を企んでやがる。放っておいたら死んでしまう。そう思ったらなぜだか胸が苦しくなって。心配したってのか、この俺を。お前バカか、衣を取り上げたこの俺を。どこへ行く。外へ。あなたが怒っているから。行くな。え、ここにいろ。親に捨てられ生きていくために何でもやった。気づいたら蓬莱山の鬼と呼ばれる山賊になってた。俺は人間なんて信じねえ。世の中の奴らはみんな敵だ。どうした。衣はお前に返してやる。お前がそばにいてくれたら俺はもう一度。今日からお前はトキだ。トキ。ああ、俺の母ちゃんの名だ。身を渡せ。これ勘弁してください。鬼だ。ほら山の鬼が出た。
鬼だ。お前は何度同じ過ちを繰り返すのですか。おい、トキ。また夢を見てたのか。ええ。そんな目で見るんじゃねえ。こいつは俺のなりわいだ。違うの。あなたがとても苦しそうに見えて。こんなガラクタ、うちじゃ引き取れないよ。とっとと帰りな。待ってくれ。ああ、以前に持ってきた衣だったら買ってやる。いつでも持ってきな。命が惜しかったら任を置いてけ。鬼だ、鬼が出た。ご勘弁を。この庭は国主様に納める大切なもの。これを取り上げられては生きてゆけませぬ。これでどうか見逃してください。行け。いいから行け。ありがとうございます。人を殺めるのが怖くなったか、それとも鬼のくせに慈悲の心が生まれたか。誰。母鬼に捨てられ、お前の心はずっと鬼のままだった。でも母鬼を見つけて鬼の心をなくしたのさ。ここで親に捨てられてから俺はずっと人を憎んで生きてきた。だがなぜならその憎しみが消えてきた。衣と共に現れたお前に出会ってから不思議な女だお前は。俺は時々怖くなる。お前が本当はこの世界の人間じゃなくて突然消えちまうような。鳥が。鳥？時々思い浮かぶの。大きな光る鳥の姿が。時、時。ズク、私不安になるの。自分が何者でなぜここにいるのか。覚えているのは衣が大切だということだけ。私ズクとずっと一緒に。俺もだ。私ね、ややができたの。いらないよ。あっち行ってくれ。すまねえな、苦労をかける。ズク、私は嬉しいの。あなたが生まれてくる子供のために新しい生き方を選んでくれたことが。こんな俺にも子供ができた。お前と子供のために俺はこれから真っ当に生きると決めたんだ。魚、薪はいらんかね。魚、薪は。ナギ、こいつの名はナギだ。こんなもん持ってきやがって。うちは物乞いに用はないんだ。金が欲しけりゃそれなりの品を持ってこい。助けてくれ。鬼だ、鬼が出た。また鬼に戻ったのか。お前は鬼の心をなくしたはず。俺みたいな人間ができることはこれしかねえんだ。鬼の真似などしているといつか本物の鬼に殺されてしまうね。俺は死ぬわけにはいかない。俺の宝、時と凪を残して死ぬわけには。凪の様子が変なの。何？凪、凪。
さっきから急に。これは体に火がついたみてえだ。里に降りて薬を買ってくる。待って、薬はとても高価なものでしょう。これを。何を言う。これはお前の。いいの、あなたと凪のためならば。トキ、お前すまねえ。この羽衣をなくしたらお前は二度と戻れない。なんだと、衣を売りに来たんだと思ったら薬をあげてほしいだと。この鳥だ、投げに俺の子に薬が必要なんだ。頼む。お前の子。ああ、それに俺はこの店を儲けさせたはずだ。少しぐらい。おい、盗賊風情が調子に乗るな。誰のおかげでこれまで生きてこれたと思ってるんだ。お前の子がどうなろうが知ったこっちゃない。さっさと出て行け、この盗賊め。おっと、その衣は置いて行きな。こいつはただとは言わないさ。買ってやるよ。どうした、受け取りな。勝った、勝ったぞ、盗賊だぞ。俺はやっぱり鬼のままだった、ナギ。こねた人間が本物の鬼どもに命を食われたか。あの松に、あの松の木の下に連れてってくれ、頼む。投げにこの薬を。この俺が幸せになろうなんて虫が良すぎたみてえだ。でもそれでもお前と投げに巡り会えただけでも十分幸せだったのかもしれない。すまねえ、投げよう。ズク、ズク、その男、やっと人間らしい心を取り戻した。まだ思い出せないのですか、私のことを。お前は何度同じ過ちを繰り返すのですか。え、遠い昔、お前が生まれ変わる前に同じことをしたのです。生まれ変わる前に。そう、その子供がどうなったのか自分の目で見るのです。全ての記憶をなくし、その子のもとへ送りましょう。鬼の心を持ったその子のもとに。この羽衣は未来と過去をつなぐ鍵。この羽衣をなくしたらお前は二度と戻っては来れない。それじゃズクは、生まれ変わる前の私が捨てた子供、
そしてズクの心を鬼にしたのはこの私。それなのに私はさあお前は戻るのです。お前の住む本当の世界に、お前を待っている子供のもとに。手放したりしない。